山の上で人寄せの鐘が打ち鳴らされると、地区内の人々が集まり、トグロを巻いていた綱を引き、8人が舵取りの位置について、大勢の人が綱を引きます。山が熊野神社前まで引かれていくと、そこで2本の綱は東西に分かれ引き合います。これを引き分けと言います。山はかつては払い川を渡って神社に集まっていました。大きな輪はその川渡りのためという言い伝えもあります。子供たちは青竹で壁や床を叩き、襖を蹴ったり破ったり乱暴しますが、これは悪霊を払うためだと言われています。新堂宅では、その直後には畳や襖を新調することになるという大変なものです。やがて奥地は八つ鉢の家の当主が見つけ出し手にします。今年の八つ鉢は末継明君3歳です。やがて行列が払い川に差し掛かると、今も橋は渡らず川渡りをします。これは身を清めるためと言われます。